じゃじゃーん、はい、竹さんいつも面白い、イラストありがとうございます。これは傑作、アートイヤー傑作ですね、日本が日本生まれのスポーツ柔道で団体戦で銀メダルで、うん、フランスは、日本にエペ、フェンシングで、準決勝で敗れてしまって、日本は、ロシアも破って金メダルということですね。まあ当然これ佐野さん、当然といえば当然で当たり前というか国際的なスポーツになったんですから、別に発祥があっては関係ないですよ。でもおっしゃるとおりですよ。テコンドーで韓国もね、今回金メダル取ってないです。はいはい、やっぱりスポーツの進化っていうものは、うん、柔道自体は今フランスの方が盛んですからね。あ、それは言えますよね。人口も、はい、競技人口割合でいうと日本の4倍ぐらいあるそうですからね、うん、まあそんな結果はね、まあ、ね、ある意味ではなるほどなという。はい、これ木村さん、順位争いとか興味あります？いや、あんまりないですね。なんかまた、なんて言うんでしょうね、まあホスト国だからなのかもしれませんけど、今のやっぱりそのオリンピック報道というのは、やたら日本人のメダル数に相変わらずデイジしてますよね。あ、してますね。まあ、もっとような気がしますよね。そうですね。もっとスポーツの面白いところもあって、さっき佐野さんと話した1500メートルだけでも傑作、もう素晴らしいと思ったんだけれども、あんまりそういうことはやれませんね、本当にね。まあ仕方ないでしょうけども。ただ佐野さん、ちょっと番組始まる前にもお話ししたんですけれども、組織委員会のホームページに、各国の取得したメダル別のランキングが出ているんですけれども、これは完全に IOC 憲章違反ですよね、はっきり言うと。まあ、オリンピック憲章の中の第6条には、はい、その大会っていうものは国家間の競争ではなくて、はい、までも巨人チーム間の、まあ、競技であるというふうに言われていますし、はい、57条の第1項には、はい、IOC および OCOG、つまり組織委員会ですね、はい、組織委員会、これは、はい、メダルランキング、国別ランキングを載せてはいけないというふうにもう定められてるんですね。そうですね。で、ただ、ここに問題が一つあるのは、IOC と OCOG なんです。あ、それ以外は別に構わない NOC、つまり日本で言えば JOC がランキングを公表することに関しては、何も制限ついてないんですね。なるほど。そこが一つの抜け道といえば抜け道、うん、で、まあ、NOC の参加であるということが、まあ、これオリンピックの基本なんですけれども、はいはい、今それを NOC の参加だというふうに思っている方はいらっしゃらない。あ、国別だとみんな思ってる、はい、みんな国の参加だというふうに思っている、はいはい、だからそこのところの、まあ、いわゆる問題点っていうのを、はい、やはりこれきちっと整理しとかなければいけない。もしやるならば、もうやるならやるで、もうここのところをきちっとやらなきゃいけない。でもそれはクーベルタンの唱えた精神とは違うということですね。先週の月曜日もこの問題取り上げた時に、うん、あの IOC 万歳の春日良一さんですら、これはいけないというふうにおっしゃいまして、組織委員会に、すぐに抗議の連絡をして、その上IOC にもメールを書かれたそうですけれども、治らないので、これはいけないと言っていたら、スポーツライターの小林信也さんが、まあそのぐらいかもいいだろうという言い方をされたんですよね。いや、それはね、やはりきちっとしとかなければいけない問題です、はい、で、だから日本オリンピックアカデミー、まあ、私やってますけども、はい、JOA というやつですね。はい、ホームページで、まあ、いわゆる意見書っていうのを出しました。でそれは、そうですか、英語とフランス語とか全部でやっています、はい、うんうんうん、で、まあ一つ一つこういうことをやっぱり精査していかなければいけない問題っていっぱいあると思いますね。そうですね、やっぱりそういうところで、まあ、アリの一穴じゃないですけれども、うん、穴がどん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 広い広いていったらわけわからなくなるっていうのが、まあかなりわけわからなくなってるんですけど、ね、まあ、なってますけど、大体、まあ、国の概念が、はい、このオリンピックに持ち込まれたのは1908年の第4回の運動オリンピックですから
ね。そうですね、ロンドンからですね、はい。なので、まあ、ある意味ではそこのところで国というものが出てきて、国と国との対立というものが常にオリンピックの中で、まあ、培われてきた部分というのはあると思いますね。なるほどね。木村さんといかがですか、この問題聞かれて。根深いというかね、岸記念体育館に相変わらずその金の数がずっと掲げられてますよ、ね、はいはいはい。まあだから本当にその国別対抗戦ではない、国旗国家ではなく、ね、選手旗選手歌だということはもう口を酸っぱくしてね、結構いろんなスポーツライターの方も話されてるかと思うんですけども、はい、まあ、こういう形になっちゃいましたね、はい、一つあるのは、はい、国別対抗だからここまで大きくなったってことは言えるんです。それは言えますね。でおそらく NOC 対抗であったらもう潰れている可能性はありますね。なるほどね。ただこれ、うん、文学者の見た東京オリンピックという1964年の後に書かれたものなんですけれども、石原慎太郎さんが私は国旗と国家に使わないことを支持するということを書かれておりまして、でその後実は、ね、変わっていってますからね。もちろんもちろんオリンピック見ているうちにそうそうそう1964年の時は興奮されたみたいですね。スポーツがこんなに素晴らしいもんだとは分からなかった、 国別だとかそんなことは言うなってちゃんとこれに書いてるっていうのがすごいことで、これ閉会式でも書いてますよ。しかそうです、もう1964年の閉会式の時にやはりその国というものの大事さっていうのを彼は書いてます。なあ、逆にまたね、うん、だからそれはオリンピックの中でその彼の中のそのまあナショナリズムというものが、まあ、刺激された部分っていうのがあったのかもしれない。なるほどね。まあなんだかんだいろんなことが事前にあった中で東京オリンピック開会してしまいましたけれども、これから先オリンピックはどうあるべきかということを考えたときに、さて木村さんなんかはどういうふうに考えておられますか、このオリンピックのあり方っていうものは。まあその今回ね、今日もその、ゲストでって、まあ、玉木さん考えてますけど、はいはい、なんか書かれてたけども僕も全く同感で、そのフェアな競争じゃ、まあ、今回残念ながらないですよね、はい。まあ、いろんなその原因があって僕自身は東京オリンピックには反対してたんですけども、はい、今現場になってみたときに、本来公正な公平な戦いがスポーツの醍醐味であったにもかかわらず、それが残念ながら今、はい、コロナを含めてうまく機能していないと、はい。だからまあ何が何でも開催ありきということで東京オリンピック走ってきてしまいましたけど、今後はですね、まあ、やっぱり64年の日本の、日本人の東京五輪体験がやっぱり素晴らしいものだったがゆえに日本人はこれだけオリンピック好きになったと思うんです、はいはい。もう一度時代に戻るためには最低限公正な公平な、勝負試合が担保されない限りはもうとにかく開かないと、うん。まあ今のところこれ逆になってますよね、何が何でもやるんだと。やる、はい。しかも時期もとにかくアメリカの、ゴールデンタイムに合わせると、はいはい。でじゃあそこで本当にスポーツの素晴らしい祭典ができるのかというと、まあ逆だと思うんですよ、うん。ですからまあ憲章にもあるとにかく差別にの、あらゆる差別に対してのこれもつまりなぜかというとスポーツの価値を毀損するなと、はい、公正な戦いする上において差別っていうのは一番の敵ですよね、うん。そういう意味に相において言うと本当に果たしてこれはフェアな公正競争ができているのかというところをまずやっぱり一つ吟味した上で、でなければもう開催させないというような、まあ、今回の、うん、もし何かレガシーがあるとするならば、はい、レガシーきちんとそこから学んでいかないといけないんじゃないかと。いわんやそれで日本がこれだけの金銀メダルラッシュだという、はい、まあ、残念ながらねこれ、そういう報道がやっぱり一部朝日のグローバルですグローブでしたっけ、うん、はい、あれまで書いててちょっと本当にこう落胆してしまいましたね。まあ佐野さんいかがでしょうかね、今回の東京オリンピック大会の進行を見ながら将来のオリンピックをこう
なんて言いますか、もっと美しいものにするためには、今木村さんは公正ということと差別は絶対にダメだということを中心に言われましたけれども、どうですか。あの玉木さんはね、オリンピックの原点がないっていうふうにね、いつも原点がないという、そうそうそう、ね、まあ、原点がないという、まあ、玉木さんの話は、まあ、その玉木理論はちょっと置いといてです、はい、まあ、まあ、いわゆるなぜクーベルタンがこれを始めたのかというと、はい、やはりそれをどう守り育ててきたのかということをもう一度考える必要があると思うんですね、うんうん、で、まあ、正直言ってもうオリンピックというのは政治に振り回されているっていうのはこれずっともう第1回目からずっとですね、はい、でも経済によって支えられてきている部分も同じですよね、はい、だからこれをどうしていくのかというと IOC が今の組織であっていいのかどうか、そういう、はい、やはりスイスの民法で規定された単なる NGO、NPO がしかないという状況、はい、これを国際機関にできるのかどうか、うん、まあ、国際機関にした途端オリンピックの予算がなくなるかもしれない、うん、これは完全に国になってしまうわけだからという部分もあります。それはあれですかね、ユネスコの中の一部機関にしたもやっぱり国ということになってしまうということですね。おそらくそうなってくるんじゃないか、つまりユネスコになると、はい、まあ、いわゆる加盟国がすべて一票、いわゆる国連方式になります、はい、なりますね。今は IOC 委員っていうのは加盟国が加盟 NOC が206あるのに、はい、IOC 委員の数は115しかない。あ、はい、でつまり1カ国から何人も IOC 委員が出たりとかしている状況ですよね、はい、うん、だから持てる国と持てない国があると、うん、その現実というのは全てそのつまりそこからが全て1票を持ってないこと自体がまず差別の、うん、第一歩なんですよ、うんうん、なるほど。だからこのオリンピックというのは恣意的なもんであるということをもう一回認識しておくべきだと。だからそれでも許すのかどうかという部分も出てくるんではない。それは誕生の時からヨーロッパの貴族たちが自分たちで作ったものだというものが今もまだ尾を引いてるところはあるんですよね。そうなんです。もういわゆる五輪貴族と言われてしまいますけれども、まあ、貴族というふうに言ってしまえばそうなんだけれど、オリンピックというのは、うん、そういうクラブなんですよ。クラブなんですね。地中海クラブのようなクラブとして、その IOC クラブが生まれ育ってきたと、うん、それがここまで大きくなっちゃったということなんですね。それが国家元首まで動かすようなものになってしまったということの、まあ、一つの、まあ、結末ですよね。